はい、秋久半だからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはワインレストラン秋久半田オーナーの半田秋久さんです。半田秋久です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。札幌出身のシェフでございます。こちらすすきののプレイタウン富士ビルの7階にあります、はい、レストランですけれども、オープンどれぐらいになるんですか？1年4ヶ月ですね、はい、まだ1年4ヶ月ということで、はい、もう来たことあるかな？あるある、はい、オープンに至るまでのお話も含めてですね、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃん、じゃん。師匠の作る完璧な味、実家でお宝発見も、野菜をふんだんに使ったお料理を。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、まあ、半田さんがお店を開くまでの、間の、まあ、経歴といいますか、そのあたりをね、はい、あのシェフの方ってバックナンバーでもいろいろこうどこで修行したとか、はい、誰さんの学弟子だとか、はい、その類のことっていうのがすごく皆さんやっぱり大事なところらしいので、はい、そのあたりも含めてですね、はい、プロフィール紹介をしていただいてよろしいでしょうか？はい、わかりました、はい、札幌出身で、はい、専門学校出て、はい、すぐ大きいとこ行くんですもんね。そうです、うん、ちょうどあの東屋にあるエーペックス東屋がオープンの年で、はい、そこに、開業準備から、はい、いきなり大きいとこでしたね。まあそうですね、うん、学校に教えに来た先生が、はい、そのエーペックスの総料理長だった方だったんで、うんうんうん、そうです、はい、うん、そんな方からお声をかけていただいて、一緒に働いて、はい、準備室からいらして、はい、まあ、そこを何年ぐらいいたんですか？3年ですね。3年で、はい、その後、はい、オープンしたばっかりの札幌のアスペンホテル、うん、に2年いまして、2年いまして、はい、でこれまた次は、はい、小樽のオーセントホテル開業準備で、うん、はい、これもその時のエイベックスの先輩に呼ばれて、先輩に呼ばれて釣って、うん、はい、でそこ2年いまして、2年いて、はい、でその後に富士屋サンタスホテル潰れてしまったんですけど、うん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 、そこもエイベックスの時の料理長がいて呼ばれて、うんうんうん、行ってという形ですね、はい、で、まあ、東京の先輩を訪ねて行って、はい、帰ってきて、はい、それからワインバーとかいろいろ行って、はい、それから支笏湖でしたっけ？そうです、支笏湖ですね、うん、支笏湖水山亭クラブ、はい、オープン時にシェフとして入って、うん、ここも立ち上げなんですね。そうですね、立ち上げ多いですね。多いですね、うん、水山亭やって、で1年半やった頃に富良野ホテルオープンで、はい、そこのシェフでオープン準備からやって、うんうんうん、ここはちょっと長かったね。7年7年行きまして、はい、まあ、現在に至ると、はい、そうです、いうことなんですって、はい、すごく影響を受けた先輩とかいました？やっぱりエーペックスの時の料理長が、うん、はい、やっぱり偉大な方で、今でも尊敬してますし、今でも尊敬して割と厳しかったんじゃないですか？いや、相当、うん、厳しいというより難しい。難しい、こんなこと言ったら怒られるここだけの話、厳しいの難しい、例えば。難しいですね。いや、聞いてもやっぱり基本教えてくれない、うん、昔ながらなんで、うん、教えてくれない、うん、見て覚えろ、見て覚えろ、あ、うん、一回やったんだからなんでまた教えないといけないんだ的な感じの、あ、もう嫌でしたね。嫌、うん、だったねって。もう嫌で嫌で嫌で、うん。なんかちょっと、うん、おいら、あの、合わないかなぐらい。うん、ちょっと逃げたいって、やめたいなと思ってましたけど、うん、やっぱり、うん、ね、お料理素晴らしいんで。お料理素晴らしいんですって。本当に完璧。うんうん、あ、なかなかあのレベルのものは食べれない。うん、その人の下で働くっていうのはやっぱりすごい貴重だなって思ったんで、うん。うん、頑張りました。頑張りました、はい、もっとこの人のお料理を覚えたい、もっとこの人のそばで仕事したいっていう気持ちでですね、頑張りました。頑張りましたそういう思いって大事ですよね。まあそうですね、うん、まあ、今ね、なっては良かったなと思って、良かったなって、でごくごく稀に褒められるのがまた嬉しくて、ごくごく1年に1回あれかどうか、へー、うん、
まあ、メニュー決まってて仕込み終わって、うんあね、休憩できる時間あるな今日は、はい、と思っても、うん、じゃあこれじゃあ次これをやろうって、はい、これを付け合わせに使いたいからこれにしようと、うん、こうやったらもっと美味しくなるからこうしよう、うんうん、とは言わないですけど、うん、どん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 仕事が出てくるんですよね。俺らもそろそろ休みたいのに休ませてくれない、うん、いやもう今日ぐらい休ませてよと思いながらも、あ、まあ、でもやっぱり美味しい料理をお客さんに提供したいなという気持ちから そうなってたんだなっていう、うん、やっぱりやればやるほど、うん、仕込み全部終わって完璧でも、うん、やればやるほど美味しくなるというか、うん、美味しくなるっていう、まあね、自己満足の世界かもしれないですけど、多分、うん、プラスアルファがどんどん、うん、もっともっと良くなる、もっともっと良くしたいという気持ちは常にあったんでしょうね。うんうん、自分でお店持つようになってからはどうですか？まあそうですね、自分で店持つようになってからも、うん、その前に働いた富良野の時もやっぱり少しでも良くしたい、うん、少しでもお客さんに喜んでもらいたいという気持ちはやっぱりその時にできたのかなっていう、うんふと気がつくと似てきたなみたいな、うん、似てきた、その難しいところも、ね、気難しいところも似てきてんじゃないかなって、面白いもんですね、うん、そういうふうにねご自身でもうん、ちょっと自覚があるんですって、似てきたような気がするなって、うん、こちらのお店美味しいワインがいっぱい並んでますよということで、ではそのあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃん。